オーストラリアンシルキー、テリアとは、オーストラリア原産の愛顔用のテリア犬種である。被毛の美しい容姿を持つが、しつけはやや難しいとされる。原産地で作業犬として人気のあったオーストラリアンテリアをもとに、被毛の美しさを引き立てるためヨークシャーテリアと、現在は絶滅しているクライズベールテリアを掛け合わせ、19世紀末に作出された。 愛玩用の犬種ではあったが、しばしば番犬やネズミ狩り用にも使われた。20世紀になると諸外国にも輸出され、人気を得て、不シにも公認犬種として登録された。当時は興奮しやすい性格の犬種であり、凶暴で扱いにくいという印象から人気が下落し、作質に使われた犬種に人気を奪い返されてしまった。危機感を持った。 シルキー・テリア犬種クラブのメンバーによる性格や健康面での改良により、現在は以前に比べて攻撃的な気象が抑えられ、分別のつく性格に改良された。日本にも輸入されている犬種で、国内登録等数順位は2004年度には143位中118位、2007年度には144位中111位、2009年度は未登録であった。 国内ブリーダーも存在し、1頭20から30万円で販売が行われている。ロングコートは絹のように艶やかで柔らかく、美しい。毛色はゴールドシルバー。立ち耳でタレオだが、尾は短く弾をすることがある。胴は長く、足はやや短い。体高二点五から三点五センチメートル、体重四から五キログラムの小型犬で、性格は、 好奇心旺盛で活発だが、興奮しやすく攻撃的な面もあるためしっかりとした、しつけが必要である。遺伝的にかかりやすい病気は、小型犬に見られやすい、気管巨脱や、追悼症、糖尿病などがある。ありがとうございます。